生き生き茨城夢国体2019勝手に PR オスオスペンギン夢国体2019。さあということで、はい、我々オスペンギンがですね、はい、茨城県内の全44市町村を回りまして、我々なりのですね競技にチャレンジをしてですね、茨城の夢国体を勝手に PR していきたいと思います。はい、頑張ります。頑張ります。さあ今回は潮来市に来ております。はい、この潮来市はですねあやめ祭りが有名なところでもございます。さあそんなこの潮来市ではですね、オープンウォータースイミングという水泳やトライアスロンなどが、国体の競技として開催されます。はい、というわけで、今回我々オスペンギンがここ潮来市でチャレンジする競技はオスペンギンなりの水泳水愛でございます。頑張ります。吸い合うぞ。さあこの吸い合いという競技はですね、このコップの中に入った水分をですね、この2本のストローでお互いに吸い合います。そして口の中に、入れまして、このコップに戻します。でその量はどっちが多いのかというのを競う競技でございます。とても気持ち悪い競技なのでお気をつけください。いきます。よーい、スタート。戻したでしょ。ねえねえ、戻しただろう。なあ、はい、いや気持ちは戻したというか戻った。戻ったじゃない。や、知らん、どっちしろ戻したでしょ。戻った。いや限界来ちゃって、すいません。気持ち悪い。あのデレスケさんの勝ちでいいです。申し訳ない。戻ってしまいました。戻してしまいました。というわけでね、潮来市の国体、皆さんで応援して盛り上がっていきましょう。盛り上がりましょう。気持ちが悪い。申し訳ない。